ご通行中の皆さん、商店街の皆さん、13時よりこの場をお借りいたしまして、日本共産党東北比例ブロック第一声を行わさせていただきます。時間までもうしばらくお待ちいただきますようによろしくご協力お願い申し上げます。いよいよ歴史的な戦い、政権を目指す戦いが始まりました。ご通行中の皆さん、こんにちは。日本共産党野党共闘の要として誠実に頑張ってまいりました。ぜひとも公約実現できる政権作っていくためにも、比例代表選挙での日本共産党へのご支持を心からお願い申し上げます。まもなくこの場所をお借りいたしまして、日本共産党東北比例ブロックの第一声を行わさせていただきます。ご通行中の皆さん、ご近所の商店街の皆さん、ご協力いただきますようにどうぞよろしくお願い申し上げます。市民の皆さん、ご近所の皆さん、こんにちは。ただいまよりこの場所をお借りいたしまして、今日から始まりました総選挙、比例東北ブロックの第一声を行わさせていただきます。まず本日この場所で司会進行を務めさせていただきます県議会議員の私、福島和恵でございます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは初めに日本共産党宮城県委員会中島康弘委員長より訴えさせていただきます。ご通行中の皆さん、お集まりの皆さん、いよいよ総選挙が始まりました。今度の総選挙、自民党岸田内閣による安倍菅政権の継続なのか、それとも野党連合政権になるのか、この政権問題が今大きく問われる選挙であります。この選挙で私ども日本共産党は東北ブロック比例で争います選挙で、何としても現職の前職の高橋千鶴子衆議院議員の議席を勝ち取って、そして2議席目として船山由美さんの議席を必ず勝ち取る、このために全力を尽くす決意でございますので、まず皆さんにこのことを心からお願いをしたいと思います。どうぞよろしくお願いをいたします。岸田内閣は今アベノミクスを続けるとか、憲法9条の改定も行うとか、まさに安倍菅政権の継続であります。人事なんかはまさに安倍流の人事でしかなかったということが明らかになっているわけであります。ですから今の政治の流れ変えるためにはどうしたって政権交代が必要であります。マスコミも今自民党公明党の政権なのか野党連合政権なのかが最大の焦点だと、みんなこのことを書いているわけでありまして、私たちは新しい野党連合政権を必ず作ろう、このことを真正面から訴えて取り組んでいきたいと思います。
皆さん、9月30日に立憲民主党と日本共産党が政権一緒にやろうということで協定を結びます。そしてこのベースには野党4党と市民連合の皆さんが結んだ政権6項目20項目にわたる大変豊かな内容が含まれているわけであります。安保法制の廃止、消費税減税をはじめ、暮らし、平和、民主主義、ジェンダー平等、まさに自民党政治を根本から変える内容がこの中に示されているわけであります。そして宮城県では16日に立憲民主党の皆さんと私ども日本共産党の間で1区から6区まで全部の選挙区で選挙協力をやろうということで一致をいたします。これはまさに初めてのことで画期的なことだと思います。で、皆さんにもお知らせでありますけれども、今日夕方6時から仙台駅前のペデストリアンデッキで1区から6区までの候補者全員が揃って一緒に歌いようという企画もですね、持つことができたわけであります。野党共闘、この間ずっと努力してきたわけでありますけれども、こういう形で今度の選挙で大きく実らせて、そして何よりも1区から6区、船山さんが出ている4区、6区も、内藤さんの6区も含めてですね、全部の選挙で勝ち抜きたいと思います。このために大いに頑張っていきたいと思います。そして何よりもですね、私たちにとっては東北ブロックで争う比例代表選挙、これが選挙の主な舞台になるわけであります。ここでは私ども4つのチェンジというのを訴えているわけであります。新自由主義からの転換、気候の危機の打開、ジェンダー平等、憲法に基づく平和外交で自公政治に代わる政治を打ち立てよう、野党の連合政権を打ち立てようということで頑張っているわけであります。そしてそのために今一番大事なことは、この比例東北ブロックで必ず2議席を勝ち取るということであります。前職の高橋千鶴子さんの議席何としても継続して得たいというふうに思っております。そして船山由美さん合わせて2議席、この2議席築くってことは全国的に日本共産党の大躍進を作るということでありますので、このことを今日の比例第一声にあたって私から心から皆さんにお訴えしたいと思います。どうぞ皆さんの力で東北ブロックで2議席勝ち取らせてください。どうぞよろしくお願いをしたいと思います。続きまして、宮城県日本共産党後援会副会長の小野寺義方弁護士から訴えをいただきます。どうも皆さんこんにちは。いよいよ衆議院選挙始まりました。10月31日の投票日、まず絶対勝とうとこの場で誓い合おうではありませんか。選挙区は自民と野党の共闘の候補者にぜひ投票してください。そして比例は政党名を書く比例は日本共産党と皆さん自信を持って書いていただきたいと思います。と言いますのは、私は桜を見る会を追求する法律家の会の事務局長をしておりますが、桜の見る会本当にひどいではありませんか。安倍さんが自分の選挙区の後援会員を呼んで私たちの税金で飲み会をさせた、これだけでもひどいのに、その証拠を隠滅するために全部司令官にかけてしまった、こんなことが今の日本でまかり通っているわけです。そしてしかも自民党の中からそのことを問題にするという声が全然起こらない、国民の信頼を全く損なった、そういう政治をしているにもかかわらず政権与党が国民の信頼を失っているという、その責任を全く取ろうとしていない、こんな政治が今まかり通っているわけです。桜を見る会では日本共産党の赤旗新聞がその追及を始めました。そして一昨年の11月、田村智子さんがこの問題について
国会で大きな問題にしました。そういうふうにこの問題についても共産党は常に先頭に立ってやっております。そして今回コロナの問題が起こりました。弁護士の立場からさまざまな問題が今相談が来ています。コロナで営業がなくなってしまって一体どうしたらいいんだろうか、解雇されてしまった、そういう相談がたくさん来ていますが、無為無策の政治、それを変えなければなりません。私たち弁護士も一生懸命人権を守るために頑張っておりますけれども、やっぱり政治を変えなければならない。政治さえ変えられればすごく国民の暮らし、命、健康が守られる、そういうふうなことがあるのではないでしょうか。ぜひ皆さん政治を変えていただきたいと思います。そういう意味で日本共産党の政策、これから話されると思いますが、ぜひ聞いていただきたいと思います。そしてこのような形になると必ず出てくるのは、共産党というのであれば中国共産党も日本共産党も同じじゃないか、ね、だから共産党って信用できるのかって起こりますね。私たち法律家の目からするとこれは全く違います。いわば日本共産党は進んでいる共産党、中国共産党は遅れている共産党。人権を大切にし、フランス革命の中で自由平等を破壊、これをずっと大切に守り発展させてきた人類の歴史から考えるならば、日本共産党と中国共産党は全く違います。日本共産党は人権を守るため一生懸命頑張っておりますが、中国共産党、香港で何をやってるでしょうか。日本の治安維持法のような国家保安法を作って表現の活動を弾圧する、そういうふうな政党と日本共産党を一緒にしてもらったら困る。そのことを私はきっちりと人権を守ること、基本的人権と社会正義の実現を使命とする弁護士の立場から、この点をしっかりと訴えたいというふうに思います。共産党といっても、日本共産党は進んだ共産党、中国共産党は遅れた共産党、いわばテレビといっても白黒テレビとカラーテレビぐらい違う、そういうふうに違うんです。皆さん今共産党が注目されてますよね。いい機会じゃないですか。この衆議院総選挙を使って日本共産党がどういう共産党なのか、どのように中国共産党と違うのか、それを国民にどん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 広めて、そして政権交代を実現させていく、そういう力にしていこうではありませんか。皆さん、10月4日に岸田内閣始まりました。10月31日選挙で負けたらどういうことが起こっておりますか。1ヶ月も自民党政治が持たなかったということになるではないでしょうか。11月1日から新しい国民のための政治、皆さんと一緒に始めたい。そのために比例代表は日本共産党とぜひお書きください。よろしくお願いいたします。ただいまの人は応援に駆けつけてくださいました、日本共産党宮城県後援会副会長の小野寺義方弁護士でございました。お集まりの皆さん、ご通行中の皆さん、東北で2議席目指す日本共産党でございます。政党を選ぶ比例代表選挙で2議席目指す日本共産党でございます。その先頭に立って頑張る候補者2人の訴え、これから行わさせていただきます。まず衆議院比例東北5区と宮城4区重複候補をしております船山由美候補から訴えさせていただきます。皆さんこんにちは。いよいよ歴史的な政権交代実現のための総選挙、本日公示となりました。私この東北比例ブロックから高橋千鶴子衆議院議員の議席必ず守り抜いて、日本共産党の躍進で比例2議席を実現させてください。そして市民と野党の共闘の力で、私宮城4区の野党統一候補となりました。ぜひ皆さんご一緒に、古いこの間の自民公明政権の政治、国民負債の金権腐敗の政治、
もう終わらせていきましょう。皆さんと共に命輝く政治を作るために頑張ります。私は医療機関で保健師をして働いた後、仙台で市議会議員を務めてきました。命を守る政治を作ること、これが私の信条です。新型コロナ感染拡大の下で医療の現場ギリギリの状態の下で患者さんのケアに当たってこられました。防護服がなくてゴミ袋を代用して防護服を作る、フェイスガードがなくてクリアケースを代用して患者さんの命を守ってきました。なぜこういう状況が起きたか、それは長年の自民党政治が命を壊す政策を次々と推し進めてきたからです。今こそ地域医療をしっかり守りましょう。感染症対策の砦である保健所体制を抜本的に強化しましょう。大規模検査と PCR 検査を思い切って行って、第6波に備えた対策を政権交代、日本共産党の躍進で前に進めていこうではございませんか。そのために私、船山由美、全力で頑張ります。地域の商店街の皆さん、そして働く皆さんも、学生の皆さんも大変な中で生活をしてきました。感染の波が何度も襲いかかって、もう事業を続けられないと泣く泣く廃業に追い込まれた事業者の方もいます。私はこの平和ビル前に立って、この間お困りごとはないですかと相談をいただいてきました。派遣切りにあった労働者が大きなリュックを背負って今日泊まる場所がないんですという相談もいただいてきました。学生の皆さんは長引くオンライン授業、孤独と、そして学費が高くて納めきれずに食べるものさえこと書いて、食料支援の場には県内で500人もの若者が集まりました。皆さん、今こそ8時間働けばまともに暮らせる社会を作ること、時給は1500円に引き上げること、大学の学費半額に、返さなくていい奨学金制度を作る、そして地域を支え、持続化給付金や家賃支援、消費税 5% 減税で暮らしをしっかりと立て直す新しい政治へと切り替えていこうではございませんか。そのために全力で頑張ります。東日本大震災から10年、福島原発事故から10年を迎え、被災地の復興、この間必死の思いで被災した方々が頑張ってこられました。しかし今大きな影を落としているのは、政府が原発事故で発生した汚染処理水を海洋放出するという決定を行ったことです。高橋千鶴子さんと共に何回も浜に走って漁協や水産業者の皆さんの声聞いてきました。政府はこうした震災後の苦労を何一つ分かってはいない。ここで海洋放出されたら、もう東北の水産物も、そして宮城の魚も買ってもらえなくなる、取り返しのつかないことになる、ぜひ海洋放出は止めてほしい、そういった願いを託されています。千鶴子さんが国会でこの問題も別な道での対案があるとはっきりと示しています。ぜひ皆さん、この選挙で日本共産党を聞く伸ばしていただいて、原発止めていく、女川原発の再稼働をストップさせていく、そして放射能汚染処理水もストップさせていく、気候危機も打開をして、希望の持てるエネルギーを転換をさせて、地域を守り地球をしっかり守っていく政治へとご一緒に切り替えていこうではございませんか。そのために私、全力で頑張ります。私たちには政治を変える一票があります。この一票の力で新しい政治を作りましょう。そして日本共産党の共産党という言葉の語源、これはラテン語でコムニスという言葉、共同という言葉です。共に幸せを生み出すと、共に未来ある
希望ある未来を生み出すと、そして共に原発ゼロ、共に気候危機ストップ、共に誰もが人間らしく生きていける世の中を生み出すそうです。皆さん、ぜひともこの総選挙、必ずこの間の9年間の安倍菅政治を終わらせて政権交代を実現させてください。宮城4区、私船山由美、比例代表、日本共産党、日本共産党を大きく大きく広げに広げ抜いてくださいますことを心からご訴えを申し上げまして、私船山由美からの決意の訴えといたします。皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。ただいまの訴えが、衆議院比例東北ブロック、そして宮城4区重複候補立候補しております船山由美候補でございました。それでは皆さん、6期18年間いつでも、東日本大震災の時も、そして大雨、台風、またコロナ禍の時でも東北に駆けつけて、文字通り私たちの困っている人の命綱として懸命に働いてまいりました、高橋千鶴子衆議院比例東北ブロック候補から訴えさせていただきます。市民の皆さん、お集まりの皆さん、こんにちは。前衆議院議員の高橋千鶴子でございます。いよいよ歴史的な総選挙が始まりました。日本共産党の躍進、とりわけ東北初の船山由美さんと一緒、比例2議席の実現、市民と野党の共闘を全国で実らせて政権交代やりきろうではありませんか。よろしくお願いいたします。今度の選挙ほど政治の在り方、国会って何だ、そのことが問われている選挙はないと言えるのではないでしょうか。野党が憲法53条に基づいて臨時国会開けと言ってるのに、ずっと無視して開いたのは解散のための国会でした。コロナで国民の命を守れなかったことを謝りもしなければ責任を認めることさえできませんでした。財務省の元職員が命がけで残した森友ファイルを再調査をすると言いながら、総理になった途端に全く知らんぷりではありませんか。政治と金の問題で説明しますと言って大臣を辞めた人を、どうして今表舞台の幹事長にするんですか。政治と金の問題を不問にし、あったことをなかったことにし、改ざんまで平気でやる官僚は、総理や大臣の顔色を伺って仕事をしている、本当に暗闇の政治ではないでしょうか。だからこそ私たちは政治を変えたい。総理の顔を変えるだけじゃなくって、自民公明の政権そのものを変えるんだ、そう言って野党の共闘を強めてきました。宮城県では6区まで全てが野党統一候補実現になりました。まさに皆さんのこれまでの共闘の積み重ねです。これを本当に実らせて、そしてその真ん中にいつもまっすぐ頑張ってきた日本共産党を伸ばして政権交代実現しようではありませんか。そして周りの皆さんに訴えてください。投票に行こう。投票に行かなければ政治は変わりません。政治が何も変わらないとか、誰がやっても同じだと思っている皆さんに、どうか訴えたい。皆さんのその思いを投票に変えることで政治は変わる、そのことを本当に示す選挙にしようではありませんか。よろしくお願いいたします。
何より命ぶれずに貫く、このことを訴えて今度の選挙戦頑張りたいと思います。コロナの感染拡大と医療崩壊を食い止めることが最大の課題であります。原則自宅療養だろと言われて病院にたどり着けず命を失うようなことが絶対にあってはなりません。第6波は必ず来る。だけど希望する人は受けられる。この体制を取らなければなりません。コロナの中で本当に先が見えない中で頑張ってくれた医療従事者の皆さん、医療機関の皆さん、今政府はコロナ病床を確保せよと、そしてそれに強制力を持たせようとしています。誰が病床を削ってきたのか、その責任が問われるんじゃありませんか。福祉のためだと進めてきた消費税を財源に、今この時に病床削減や統合しようとしている、とんでもありません。医療提供体制を確保し、医師や看護師の待遇改善を全力で取り組みます。宮城県の4病院を2病院に統合するようなやり方、断じて反対です。皆さんと一緒に頑張ります。コロナで痛めつけられた国民の暮らしをどう取り戻していくのか、このことが問われています。テレビ討論ずいぶんやられていますが、岸田総理は成長なくして分配なし、そう言い、野党は分配あってこそ成長なんだと訴えています。いわゆるボトムアップだと。そうするといかにもなテレビの評論家がどっちもどっちだねって言うんですよね。でもおかしいと思います。だってアベノミクスのもう9年間で十分に成長した人たちがいるじゃありませんか。コロナ禍の中で大企業は内部留保を7兆円も増やし、資産家たちは自分たちの資産額4倍、24兆円にもこの9年間で増やしてきました。富を集めた人たちがいるのであれば、当たり前にその方たちに税金を納めてもらえば国民に分配することができるじゃありませんか。貧困と格差が拡大したんだから、そこを縮めようじゃないか。富を集めてきた人たちに当たり前に税金を納めてもらう、総理がちょっと言いかけた金融所得課税、1億円を超えたら税率が下がる、ここにきっぱりとメスを入れる、これを皆さん今度の選挙で実現しようじゃありませんか。よろしくお願いいたします。ボトムアップの最大の決め手は消費税減税です。国民の懐を温め、買い物に行きたいという気持ちを持たせることが大事じゃないでしょうか。諸外国もう62カ国が消費税減税に踏み切っています。消費税は 5% に戻す。そして中小業者や生産者の皆さんがどうしても課税業者にならなきゃいけないようなインボイス制度はきっぱりと中止を求めます。多様な働き方という中で国が進めてきた労働の破壊がコロナの中で持ちこたえることができない、そういう実態が起きました。給料をもらって雇われていると思ったら、あなたは個人事業主、独立してるはずよ、そう言われて何の手当も得られない、仕事が減らされ給料が半分になった、そういえばあなたはシフトが変わっただけよと、別に何もしてませんと企業から言われて休業支援給付さえももらえない、こんな働き方がどんどん広がる中で企業は儲けを増やしてきたんじゃないでしょうか。正社員が当たり前、仮に私はアルバイトやパートでもいいんだという人であっても、労働者としての権利は一人一人が守られる。
最低賃金がきちんと保障される、人間らしく働けるルールを作る、そういう社会を皆さんご一緒に作っていこうではありませんか。よろしくお願いいたします。本気で CO2 削減に取り組みます。日本共産党は2030年までに CO260% 削減、省エネと再生可能エネルギーを組み合わせて頑張ること、企業に対してきちんと目標を持たせて規制をかける、このことを堂々と言っています。今全国で大きな問題になっている、そして宮城県内でもたくさん起こっている住民無視の乱開発のようなメガソーラーや風力、あれはせっかく再エネを進めようとしているときに大きな障害となります。住民合意で環境に優しく地域共生の形での再生可能エネルギーを大きく広げていこうではありませんか。同時に政府はそう言いながらカーボンニュートラルと言うんだけれども、石炭加圧や原発をやめようとしません。おかしくありませんか。先ほど船山由美さんもお話ししたように、この10年間もう原発事故でふるさとに帰れない人たちや県民が分断されたり、汚染水の問題やどんな思いをしてきたのか皆さんもよく知ってるではありませんか。発電の瞬間に CO2 が出ない、それだけで原発がクリーンなエネルギーなんてとんでもないのです。原発にきっぱりノーが言える、そういう政府でこそ本当の意味で温暖化対策、気候危機打開へ前へ進むことができるのではないでしょうか。日本共産党がどんな企業からや団体からも1円ももらわない清潔な党だからこそ堂々と物を言うことができます。アメリカに対しても遠慮なく物を言うことができます。この立場をきちんと貫きながら、だけど本当に政治を前に進めるためには野党共闘しながら皆さんの合意を得て一歩一歩前に進むんだ、それが私たち日本共産党の立場です。この立場を貫いて来年